一周しての入場になりました。昨年もこの対決行われたんですが、その時は山形の勝利という結果に終わっております。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。まずは中川の入場、そして出てまいりました山形は有利であります。さあ山形はこの開幕戦広田さくらに、まあ、思わぬ一敗を喫してしまったわけですが、さあこの日はいかがでどうなるでしょうか。まあこのリーグ戦ですね、二上さん、はい、まあ、広田さくらの、ね、ある意味躍進ということで、奇跡です。躍進じゃないです、あれは奇跡です。そうなんですよね、あれは人妻の奇跡なんです。はい、まあ、それでちょっとこのリーグ戦星取り争いが混沌としてまいりましたね。はい、まあ、二上さん、何より驚きはですね、その広田さくらが、はい、まあ、その現時点でですね単独トップなんですよね。そうなんですよ、決勝残ったらどうしよう。本当ですよね。いや、やはりファンの興味はそこに行き着くと思うんですよね。そうなんですよね、しかもね、感動を一生懸命与えまくってるんですよ、彼女。そうなんですよ、そうなんですよ、もう真面目に試合する姿がね、一人訴えるものがあるんですよね。そうなんですよ、まあ、世の中のね、リストラされた男性とかね、そういう方は本当にもう自分と重ね合うようなね、重ね合うようなね、そういうものがありますよね。あれも数年前の G1 開幕戦でですね、あの越中志郎がやっぱりこうブレイクしまして、はいはい、まあなんか決勝に残るかじゃないかどうかっていうのはね、一つこのリーグ戦の柱になっていったわけですけども、はい、まあ非常に似たような部分がありまして、そうなんです、そうなんです、もう本当に広田が残るかどうかというのがもうファンの注目ですよね。そうなんです、いや残ってほしいとは皆さん思うんでしょうけど、はい、いやそんなに奇跡って起こるもんやの。そうですよね、まあ、なんといってもシングルのリーグ戦ですからね、はい、さあその奇跡がどこまで続くのか。しかしもしかしたら、まあ、このコミカルの中に隠された実力というのがこう十何年にしてね初めて発揮されてるのかもしれないですからね、うん、まあ、チアノーゼですけどね、毎回まあそうヒヤヒヤしながら見てますけどね。そうでしょうね、まあ本当に見てる側も本当にヒヤヒヤしながら見るというそういう状況になっております。さあこの一戦でありますが、まあ、昨年は山形の勝利に終わっておりますが、まあ、まさにこの1年に1回の対決と言ってもいいでしょう。さあこの元海援隊道場対決という見方もできますが、さあエプロン状の攻防になってまいりました。さあ互いに諦めない中川がここでナックル、しかしおっとお腹のあたり、さあ今度はお腹ボディのあたりの蹴り、そしてパンチ。さあ中川もここで反撃態勢に行きます。さあエプロン上にまだ山形残っている。さあうまく誘い出した。さあ場外か、いや エプロン上の攻防だ。ここでの戦いが繰り広げられる。なんと首投げ、さらにはさあこの仙台の長い長い花道を利用してのさあこのキック。さあいい流れを作ってまいりました山形。さあここからは山形のペースになっていくんでしょうか。このままトップロープ越えのストンピング、まあ、本当にですねこのケツアウェーブアデアカブロックも実力者はたくさん多いんですけども、はい、やはり山形優の実力というのはですね実績がやっぱりこう抜きに出てるところありますよね。そうですね、まだでもまあ今半分なんでやっと、まあそうですよね、まあ、しかしあの、まあ、昨年はですねもうこの浜田綾子とこの山形優このタッグがですね、まあ、非常にこの評価を受けたわけですけども、はい、まあ、そう考えると今度はシングルでの評価を受けたいというそういうところもありますよね。あ、そうですね、さあしかし今度は全体重を乗せていく乗せていく。さあ山形が全体重中川のさあこの両肩に乗せてまいりました。中川は防戦一方、動きが取れません。さあ今度は何を考える。さあ山形がおっと、しかし中川うまくこらえたこらえたこらえた、どうだ、そのままそのままパッケージ。この相手の隙を攻めるというのは本当に中川は一級品であります。しかし今度はスタンディングチョップ合戦の攻防に移行してまいりました。中川も一歩も引かないぞ、山形もやり返す。まさにこのプロレスの教科書的な対決になってまいりました。今度はナックル、中川も切り返すか、しかし山形こらえる。さあ山形必死に踏ん張る必死に踏ん張る、そして山形が軽々、おっとこれも中川が切り返すか、どちらが勝つか、中川が勝った。まあ、中川もこの体格から示すように、まあ、本当にパワフルな攻撃も見せることがありますからね。そうですね、とこういうフィニッシュホールドがうなれ剛腕ですからね。そうなんですよ、で本気の剛腕ですからね。本当そうなんですよね、もう本当にこの腕回りの太さが証明しておりますが、まあ、自分のね、まあ、テイクのラリアットなんですけど、うなれ剛腕という名前をつけること自体が、まあ、そうですよ、はい、自信の表れですよね。さあそのうなれ剛腕がいつ飛び出すか、この中川でありますが、しかし絶
ます。なんかね、中川さんは一個ずつ、この2人そうなんですけど、はい、一個ずつの技が丁寧ですよね。若い人たちって結構雑な人が多いんですけど、はいはい、おばさん2人はやっぱり丁寧ですね。うん、そうなんですよね。まあ、非常にこの一つ一つがはっきりしてますよね。そう、メリハリあるし。はい。さあ、今度はコードブレーカーを見せてまいりました。さあ、ここでちょっと中川、脳震盪状態か。しかし、そのまま、さあ、前に落としていく。これは失敗、自爆に終わってしまいました。さあ今度は動きが速くなる中川が円錐、さあ円錐からの、さあ出るかフィッシャーマンスープレックス、おっと一発で終わらない。さあロコモーション式連続式だ、まだまだ行くぞ、おっと切り返した。いや双子さん、こういう切り返しは初めてですね。これすごいな。フィッシャーマンを狙うところをブレンバスターでやり返していきました。まあ、今の二神さんがもし元気だったら食らいたいんじゃないですか。何が今あのブレンバスターですね、今の切り返しの。ああ、私山形のブレンバスター好きですね。ああ、そうですね。あのね、綺麗、うん、なんかブレンバスターとかバックドロップとかを綺麗にする人ってすごいですよね。はいはいはい、そうですね。やっぱね、その結構見過ごしがちなんですけど、そういったあのプロレスのやっぱりこう基本的な大技っていうのをね、そうやっぱきちんとやるって方がこうすごい上手いレスラーですよね。高速ブレーンバスターってあるじゃないですか、はいはい、高速ブレーンバスターと普通にああやってあのビンって上までビンってなるブレーンバスターとあるじゃないですか、はい、ありますね。でビンってやるブレーンバスターの人最近少ないんですね、で垂直落下、まあ大岡とか垂直落下やけど、はい、志田とかやっぱり山形とかすごい基本に忠実やもん。そうですよね。なんかブレーンバスターってもう今みんなつなぎ技やけど、なんか迫力あるブレンバスターするじゃないですか。そうですよね。あとでダイナマイト関西さん。ああ、そうですね。関西さんも。関西さんのブレンバスターも綺麗。はいはい。もう空中高くね、持ち上げ止まったりしますからね。止まって、で飛んで投げるとか。はい。ああいうのできたらいいな。そうですよね。そのブレンバスター一つ一つ、いろんなパターンがありますからね。まあ、まさにこのリックフレア式といいますか、この空中で一度止まった状態でこう投げてまいります。これが山形のブレンバスター。さあ今度は山田が先に立ち上がるダブルノックダウン状態ですが、しかしまだ中川がダウン気味か。おっとこれは誘い水か。どうなる。あっとそのままトーキックを決めてまいりました山田。さあ今一瞬スクールボーイの対戦に行くかなと思ったんですが、まあここは山形も警戒しております。さあさらにはファルコンアローの対戦、前に落とすでしょう。鋭利なアゴですよ。出ました、これが鋭利なアゴ、中川智香。